フロアを沸かせる AI 動画。絶対無理そうな人たちがフロアを沸かしまくる。特命でございます。皆さん最近フロアを沸かせる動画は見たことあるでしょうか？こちらですね。こちら水原一平さんがフロアを沸かせている動画なんですが、まあ、こちら実際に水原一平さんがこうダンスを踊ってフロアを沸かせているのではなく、AI を利用して水原一平さんが踊ってね、フロアを沸かせているように見える動画を作っている。ということですね。まあ一平さん、野球界だったりね、ギャンブル界隈は最近 AI ではなく実際にね、沸かせたんですが、まあ、こちらの AI によるフロアを沸かせる動画、元となる動画があるようで、それがこちらのアメリカのリルヨッティさんというラッパーの方が2021年にシカゴで開催された夏フェスで登場写真だそうで、まあ、確かに先ほどの AI 水原一平さんとステージ裏からの登場も一緒ですし、ダンスの動きもね、一緒ですね。で、さらに流れている楽曲はリルヨッティさんのコフィンという楽曲だそうで、で、こちらの動画のリルヨッティさんの部分を他の人に変更した AI 動画を Beagle AI という画像から AI が動画を生成するサービスで作れるそうで、 Discord の Beagle AI サーバーで誰でも作れるみたいですね。まあ、僕もこちらの水原一平さんの顔に無理やりね、アイコンを貼り付けた画像でフロアを沸かす水原一平アマシンの AI 動画作れましたね。もう簡単に作れるみたいですね。で、X ではこちらのリルヨッティさんをジョーカーに変更し、さらにその加工の方法も説明した投稿が注目を集め、そこから広まっていったみたいですね。で、これがミーム化し、リルヨッティ、ワークスアウトオンステージというミームになったみたいですね。で、画像を投稿すれば誰でもね、作れるということで、もういろんな有名人だったり、アニメのキャラクターだったりがフロアを沸かす動画が量産されているようで、例えばこちらですね、ボッチザロックのボッチちゃんですね。まあアニメではね、陰キャなボッチちゃんだったんですが、まあ、ギターヒーローでね、ギター上手いですからね。もしかしたら音楽の才能が開花して、こういったフロアを沸かす世界線もあったのかもしれませんね。もう心なしかガタイもいいですね。さらに他にもこちらですね。フロアを沸かすバキバキ童貞のグンピーさんですね。もうこのフロアの沸かせ方は、非童貞。もう卒業してますね。出なければこんな動きはできない。まあ、グンピーさん、芸人なんでね、沸かそうと思えば沸かせられると思うんですが、この大勢の観客の前での、この大胆なダンスは、非童貞にしかできないですね。もう AI 動画は、童貞を卒業させることもできるんですね。さらに他にもこちら、実家の犬さんという方の動画ですね。フロアを沸かす実家の犬。ということで、実家の犬で動画作ったみたいですね。もう人以外でもね、こういった感じで、人型にして、フロア沸かせられるんですね。まあ、普段ね、可愛らしいワンちゃんが、かっこよくなってフロアを沸かしてるんで、そのギャップにね、燃えるかもしれませんね。さらにこちらも、ペットの柴犬ですかね。若干ね、人面になるんですよね、この AI 使ったら。自分ちのペットでね、フロアを沸かしたくなったら、ぜひね、やってみてはいかがでしょうか。さらにこちら、ゴールデンボンバーの、キリュウインショウさんですね。こちらも AI かと思いきや、これはどうやら、本当に撮った、ガチ動画みたいですね。もう再現度高えなということで、カメラアングルも一緒ですし、もう初見じゃ途中までね、AI と疑っちゃいましたね。まあ、どうやら全国ツアーのリハーサルで、こちらを撮ったみたいですね。もうさすがゴールデンボンバーということで、AI に頼らなくても、フロアを沸かす動きできるんですね。まあ、といった感じで、AI 動画によって、絶対無理そうな人たちでも、フロアを沸かせる動画が作れる。ということなんですが、まあ、ぼっちちゃんみたいな感じでね、普段おとなしそうな人が、フロアを盛り上げれば、より盛り上がるかもしれませんね。まあでも AI 動画ということで、確かにいたしましたの AI 岸田総理みたいにフェイク動画でね、怒られないように気をつけましょう。以上です。